皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。ブレンチプレス解説をしていきたいと思います。このトレーニングなんですけども、上腕三頭筋の筋肉を鍛えるトレーニングです。非常にいい種目なので、ぜひぜひ参考にしていただければなと思います。立っても座ってもできるんですが、ここではよりですね、体を安定させるために座った姿勢でご紹介させていただければなと思います。ベンチに腰掛けていただいたら、ダンベルをですね持ちます。両手でこういう形ですね、三角を作るようにしていただいて、ダンベル持っていただいたら頭の上にダンベルを上げます。ここから頭の後ろに向かって下ろして、しっかり二の腕の裏側、三頭筋が伸びたなというところで、まっすぐ上げて、下ろして、上げて、下ろして、上げてという形でやっていきます。あんまりですね、下までこう下ろしすぎてしまうと、肩とか肘を痛める原因になるので、これも痛みの出ない範囲で、なるべく下まで下ろすという意識でやっていただくということと、脇が空いてしまうと、上腕三頭筋に効きにくくなってしまうので、しっかり脇を締めた状態で動作をするように心がけてみてください。ちょっとやりづらいなという方は、軽めのダンベルで片手ずつやっていただいてもいいと思います。しっかりこういうふうにもう片方の手で持ってですね、脇が開かないよう姿勢を作ってやっていただくなんていうのもおすすめです。それでは今回はですね、ブレンチプレスのやり方をご紹介させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。